こんにちは。こんにちは本田兄弟の本田照彦です。弟の康弘です。前回の動画ご視聴いただいた方、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、あのー、我々もはい、自分たちが銀を始めた頃の話をね。振り返ってみますと、ちょっとね。やっぱ懐かしかったですよね。懐かしかったですね。うん、特に、ねうん、安弘君が詩銀を始めることにというか始めさせられるエピソードはね。はい、結構面白いですよ。 いや、会場先生が聞いて怒らないか、ちょっと今不安ですけど <laughs> <laughs> そうで、ね、声はね、ちょっと、あの、怖いなと思われるところもあるけれども、はい。本当に優しい先生ですからね。そうなんですよ。うもう弟子思いというか、本当に、はい、ね良き師匠という感じのね、はい。方ですよね。本当に。うんで。それこそ、その安弘君が、あの、死を舐めて怒られた、その現場なんですけど、僕、東京ドームホテルですよって言ったんですけど、はい,はいはい。あれ、よく、あの、考え直すと、 一番最初に泊まったのは東京ドームホテルじゃなくてシティだったですああ確かにそうそうで矢作君が怒られたら多分前段階みたいなのがやっぱりあってああなるほどそうまだご飯来てなかったけどビールが来たんですよああ来てましたけどそうビールが来たのでそのビールのグラスがキンキン多分冷凍庫で冷やされていたからはい がれてきたビールが凍ってて会長先生が怒ったんですよまず。そうねはいはい。思い出しました。凍ってるじゃないかビールがと。怒ってそれで店員さんにちょっと「いや凍ってますよ」と。ビール凍ってるじゃないかって言って変えてもらったんですよね。で新しいの持ってきてもらったらそれも凍ってるっていう。それでちょっとご機嫌が悪かったかもしれないな。 あ我々のところには、うん、ほらおつまみもないし、うんね、食べるものなかったから塩を涙をこられる,あなるほど確かそうだったと思いますようん。フフほねビールが凍るっていうのはなかなかね私も見たことないですけど僕も初めてでしたね、うん、でもまあね考えるとビールが凍るっていうのはね <laughs> それだけこうキンキンのね美味しいビールをお客様に飲んでいただきたいというお店のね、はい、こう気持ちだったんじゃないかなって今は思いますね考えるとね そうですね。うんまあ私たちの街ではね、そんなおしゃれなことはなかなか。そうね、うそうね、確かに。<laughs> <laughs> あそ前回の話の中で、はい、安村君、インドネシアではバドミントンが盛んなんですよみたいなことをおっしゃってましたよね。はい、あそこ、突っ込んできますか。<laughs> <laughs> え突っ込んでダメなんですかあ。いやいや、まあそうなんですけど、うんうん、ちょっとお話してくださいよ。なんか僕もまたぎきなんですけど、うんうん どうも、インドネシアのバドミントンは、うん、オリンピックで1、二を争う競技らしいです。と<ー>いうことで、なんか、バドミントンを休みの日に、もう本当に、向こうの人たち、運動が好きなので、うん、土日、もう子供から大人まで、うん、皆さん、公園とかでバドミントンやってましたね。うん、あ公園、外で外で。風吹くじゃないですか。あれ、あ<ー>羽がついてだめですよ、風が吹いたら。 あー、まあまそんなのはなあティダーパーパーの精神でね。ティダーパーパーは、あー、大丈夫だよ。まあまあ、いいんじゃない大丈夫、大丈夫っていう感じなんですね。ねえでなんかね、うん、あの私も、やしろくんがインドネシアに行って、はい、インドネシアにわ私もほら12月来たじゃないですか。はい で行くにあたってこれはインドネシア語勉強しないといけないなと思ったんですよああなるほどで私もあの大学のね、はい、インドネシア語の先生にちょっと習ったわけです、うんあうん、そしたらあの僕の,あの、まあ、後輩の一人がインドネシアにあるの、はい、それこそ八代君と同じような形であの日本語パートナーズで行っていて<ー>で今度私行ってくるんだっていう話をしたら「やはり、い、先輩」「ティダーパーパーの精神じゃないとやっていけないですよ」と。 おおさすが、あの、ちゃんと言われましたあ<ー>で。何があってもティダーパーパー。何かもう絶対こっちが悪くないと思っていてもティダーパーパーだった。<laughs> <laughs> 彼はそう言ってましたからね。さすが OB です。それがもうね、そうやって、こう、いろいろね、文化的にちょっと違うところもあったかもしれないけど、はい、ティダーパーパーの精神を、ちゃんとしっかりと持って、か保持して、頑張ったんですね、はい。まあ、そういうことですね。うん <laughs> 心なしかね、ちょっと成長したような気がしなくもないというか。あ、そうですか。なんか、自信が少し、出たのかな持ったのかなという気がしますけどね。ありがとうございます。はいはい。で、どうですかね、その、の激の話に戻るんですけど、銀の話に戻るんですけど、銀をやってて、よく聞かれるんですよ。 楽しいですか。あ、なるほど。その、ね、まあ、われまだ若いですから。はい。その、じゃ、その詩吟にやってて、楽しいんですか、本田さん。みたいなことよく聞かれるんですよ。うん、あー、確かに、うん。かないですか。あります、あります。うん。うん、あれ、なんかありますか。その楽しいですよみたいな。あるいは楽しくないですよ。とかあー、今、今でこそ楽しいですけど。うんうん、その楽しさがわかるまでには。時間がかかります、ねうん。ですよね。 例えばさ、小学校で、そのほら運動会の騎馬戦とかあったじゃないですか。はははいはいはい、はい、で騎馬戦であの、川中島弁粛々、弁清祝祝、七弥、騎山を打つの図に題するライさん言うんですよ。うすあれを、こ<う>あれはなんか多分笹川静江先生のテープだったんですけど、うちの学校はそれ鳴らしてたんですよ。<laughs> あ<ー>入場の曲として。ああ、そんな気がしますね。うん、で、私が詩�吟やってるからっていうことが、 まあみんな知ってたからその時は小学校5年生6年生の時はみんな知ってたからじゃあ本田くん詩吟やってよみたいなね運びになったじゃないですかテルボーそうそうテルボー詩吟やってんねってでやったらみんなから笑われたんですよ僕あなんかねこう子供たちに詩吟やると笑うのあるじゃないですかねそうそうそう,そうみんな笑うんですよねあれね笑うとね私は笑わないけどねなん,なんだろうかな やっぱり笑われると嫌嫌じゃんですねちょっとこう傷つくというかクソって思うじゃない思うそうねでまあねそう笑われながらも我々ねやってきたからねひるまずにねそうですねでもかそのおかげでこうんだ大人になって自分の小学校の同級生とかに会うと「照ちゃん」とか僕照彦なんでね「照ちゃん」って言われるんですけど 詩吟、まあ、したのよかったよねみたいなあ<ー>あの小学校の時からは自分はね詩吟を君を通して知ってたから、うん、なんかよかったなみたいなこと言われたことあるんですよ素晴らしいですね,ね,ねちょっと嬉しいですよねう <laughs> しいです何、ねうん、ていうのかなこう小さい時は分からないけれども大人になって、はい、その詩吟みたいなこう古きもの伝統と言いながらかもねそれこそ伝統っていう言葉が使われだしたのは、うん、この「この すごく変化が激しい時代になってこう危機感をね持って「伝統伝統」って言い出したっていうことまあもちろんあるけれどもそういう先人たちがね育んできたような文化に触れていることに対するこう喜びというかまあ日本人の誇りといったらこう言い過ぎかもしれないけれどもそれに近いものありますよね。そううででですね、うん、で特に安はインドネシアっていうさ、はいさ日本ではない国で 生活していたわけですからやっぱり寂しくなるという人があったと思うんですよああありましたねそういう時に自分がやってた詩吟とかそういうことを思い出すとちょっと励まされるようなとこあったんですかねああありましたねなんかそのインドネシアに行く前はそのヒップホップだったりそれこそ僕たちの世代で行くとエグザイルさんとかエグザイルさんですね3代目 j s o u l b r o t ルブ r s ぐるぐる回らなそうですね まあそういうのを聞いたりしてたんですけどまあそういうね、まあうん、まあ世代な曲「ナウイ」「ナウイ曲」「ナウって今使うんですか、ね」いやいまあまあそういう曲よりも詩人だったりまあ小さい頃から私たちの母方の祖父が、えー、歌謡曲の先生だったので演歌をずっと聴いて育ちましたなので、うん、演歌を聴いたりすると ヤマト魂のようなものをくすぶられるというかくすぶられるんですねこれじゃいかんと奮い立たせられましたあいやそれなんかわかるな例えば僕だったら村田秀夫さんいらっしゃるじゃないですか天下の村田秀夫ですよ大先生村田秀夫さんの無法松の一生とかねなんですか黒だぶしか黒田節とかを聞くとちょっともう気持ちがね沈んだりあこれは ちょっと心がポキッといきそうだみたいな時でも <laughs> なんかいや負けてらんねえみたいなあこれはちゃんと向き合って頑張らねばならぬって思うかなうんそうねうんうんそういうのありますよねだからこう、はい、ただその言葉を聞くだけではなくて、うん、音楽とかねそのまあまあまあ、まあ、伴奏と言いますかねそういうのに乗せて歌われたものを聞くっていうのはなんかやっぱりエネルギーいただけるなあと思いますよ まあそのまま俺だったら詩吟じゃなくてもいいじゃないかっていう話なすんですけど <laughs> でもなんかこう詩吟は何がいいどちらがいいっていう話じゃなくて、うん、こう例えば歌,歌謡曲を歌っている時の心持ちと吟、うんはい、をやっている時の心の、ねうんうん、風景みたいなのちょっと違ってくるのかなと思,思いますね。 ああ確かに僕もそう思います、うん、なんかちょっとこうキリッとなるっていうかなうんそうです、ねうんまあ、緊張するというか適度な緊張感がある気がしますねはい確かにでは、うん、今回は <laughs> これぐらいで終わりますかねそうですねはいじゃあまた次回の放送でお会いしたいと思いますはいご視聴ありがとうございましたありがとうございました